山崎元雄は、日本のモータージャーナリスト。新潟県出身。青山学院大学理工学部機械工学科卒業。日本のスーパーカー研究における第一人者であり、ニックネームは、スーパーカー超王。もしくは、単に、超王。自動車雑誌編集部を経て、自らスーパーカーを入手するためにフリーへ転身。特に、ランボルギーニ、ブガッティ。 マクラーレン F1 等に関する研究に秀でている。世界中のモーターショーを飛び回り、数多くの自動車雑誌において、スーパーカーに関する執筆を担当している。〇〇のそれに比べてや、〇〇に他ならない等のフレーズを多用すること、及び一問目が、体現止めで終わるケースが多いことが、文章の特徴。自らモーニング娘。のファンであることを公表しており、 モータジャーナリストと自重することもある。漫画、サーキットの狼の熱心な読者でもあり、彼のスーパーカースキはこの漫画の影響であると思われる。知人の自動車評論家清水草一の著書、そのフェラーリください。に登場した時は、フッホッホッホホっほ、94年式さや、教えてやるぜ、ユーとミーのマシンのサウナー。など、 登場人物であるハヤト・ピーターソン風に喋っていた。ありがとうございます。